はい、こんばんは。今日もライブ配信始まります。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今日の一コミは誰でしょう。なんと、ベラさん、こんばんは。ありがとうございます。トップコメント、ありがとうございます。あ、みっこちゃん、こんばんは。よろしくお願いします。えちゃん、こんばんは。よろしくお願いします。シルちゃん、こんばんは。よろしくお願いします。やこさん、こんにちは。よろしくお願いします。のみさん、こんばんは。よろしくお願いします。しとみ、こんばんは。よろしくお願いします。ということで、早いですね、皆さん。あかのちゃん、こんばんは。よろしくお願いします。ゆうちゃん、こんばんは。よろしくお願いします。あ、まさこさん、こんばんは。そちらは、こんにちはの時間ですね。遅かった。みんな早いですよね。僕もびっくりしてます、本当に。ね、ありがたいことで。マサさんもありがとうございます。あ、ヤスマこんばんは。サラちゃんこんばんは。間に合った。あ、なんか、忙しかったのかな。忙しい時間にありがとうございます。こんばんは。よろしくお願いします。ラスティ、なんとシステムエラーに入れなかった。そんなことが そんなことが、トップ常連の、ね、今日またちょっと破られましたんで、また明日以降よろしくお願いします。あ、ミオちゃんこんばんは。よろしくお願いします。オルさん、こんばんは。子供の宿題見ながらライブを見させて、ああ、いただいてますということで、ありがとうございます。そんな、ね、子供さん優先してくださいね。ぜひぜひ。はい。まあでも、画面にね、入れていただいて、嬉しゅうございます。ありがとうございます。あ、さとちゃん、こんばんは。よろしくお願いします。すっげえ、みんな、だんだん早くなってる。超嬉しいですね、これ、本当に。あ、けど、皆さん、こんばんは。セーフ、セーフ、セーフです。はい。ラスティ、なぜかスマホで見れないからパソコンで見ても。おー、なんでラスティめっちゃライブやってるから、ちょっと、あれじゃない？お疲れなんじゃない？スマホが。違うかな？僕ずっとパソコンでやってて、普段もパソコンの作業の方が多いんですけど、ただね、ちょっとこう、夜じゃないですか、これ。ちょっとね、たまに調子悪い時あります。こう、画面が映りが悪かったり、音が変だったりとかですね、あるんでね、お疲れ、ね、機会でもあるかもわかんないですね。あ、こんばんは。中村さんよ。中村さんとね、呼び慣れてないかもしれないんですけど、もしよかったらですね、皆さん、こちらで、コメントいただくときに、なんて呼んで、みたいな、こう、ニックネームみたいないただけると、ちょっとこう、親しみが湧くんじゃないかなと思いますので、できたらよろしくお願いします。じゃあ、あ、声聞こえてない。声聞こえてない？あれれ？大丈夫ですかね？声。声聞こえてませんか？僕が。あ、ちょっと。聞こえ、ちょっと待ってね。かなちゃん聞こえてない。みこちゃん聞こえてます。えちゃん聞こえてます。えおさん聞こえてます。あれ、聞こえてるっぽいですけどね。あれ、ちょっとでも聞こえないっていう方もいらっしゃるみたいですね。どうしてだ。聞こえてますよ。聞こえてますよ。あれ、どうして。 どうして、どうして、どうして。あ、私も聞こえてません。聞こえか？ 聞こえか？ 聞こえてます。安も聞こえてます。まずはロンドンまで聞こえてます。あれ？聞こえてますね、みほちゃんね。まちちゃん、こんばんは。聞こえてます。ということで、ありがとうございます。さとちゃん、聞こえてます。あら、どうしてだろう？なんで聞こえてる人と聞こえてない人がいるんだろう？こっちの調子なのかな？皆さんのこう、手元の機械の調子なんでしょうかね。聞こえないです。あらら。あれ、広島同士でも聞こえてる聞こえてないがあるね。一回退出したら聞こえるかも。僕が退出した方がいいですかね。入るとこが違うと聞こえないことがあります。あ、皆さん、ですね、この画面のところに、音声のやつが×になってたら聞こえないんですよ。ちょっとそれ試してもらうといいですね。
明しください。画面上に音声のボタンがあるのでお試しください皆さんよろしいでしょうか。画面上にこうピッて押すとこがあって、こう音声とかバツになってると聞こえない場合がありますけどもね、聞こえてますということなんですけども、いかがでしょうか。あらら、ちょっと一回出てみましょうか。僕が一旦退出してみますね。はい、こんばんは。どうでしょう。どうでしょう。あ、聞こえてる。聞こえますか。ありがとうございます。初めてなのびっくりしました。なんででしょうね。ちょっと僕も詳しくわかんないですけど、聞こえます？聞こえてるのかな？どうだろう。いやー、たまにありますね、こういうこと。カオリン、こんばんは。聞こえてます？よかった。あ、えちゃん、YouTube はよく聞こえてんですね。ありがとうございます。あれ、また聞こえないです。バッチリ。素敵な声が聞こえてます、ね、えちゃん。よこさん、OK です。ということで、ちょっと、もし、聞こえない方は、ヘッドホンで聞いてるんですか？パソコン打ってるキーボードの音がめっちゃ頭、すいません。すいません、申し訳ないです。パソコンでちょっと撮影してるもんで、リリーさん申し訳ございません。ということで皆さん、ちょっと聞こえない方は、ちょっと入り直していただくと申し訳ないんですけど、いいかなと思いますので、よろしくお願いします。ちょっとね、キーボード叩いてる音がちょっと迷惑だったみたいなので、申し訳ございません。はい。ということで、ちょっとね、いきなり汗が出ましたけれども、時折ちょっとこういうことがございますので、ご迷惑をおかけすると思うんですけど、今日ですね、こう、カメラを、ちょっとスマホのカメラで、撮影してやる方法を教えてもらったので、ブログのね、先生で杉浦先生って方に教えてもらったんですけども、やってみたんですよ。これでやってみたんですけども、画面がね、なんかこう狭くなってる感じだったんですね。なのでちょっとこのストリームヤードに関してはあんまり良くないのかなと思いまして、ちょっとパソコンの画面で使ってるので、ちょっと今ね、キー叩いてる音で大変失礼いたしました。こっちでやればいいんだね。入力はね、すいませんでした、リリーさん、申し訳ない、皆さんもすいませんでしたはい、ということで、いきなり冷や汗が出ましたけれども、シルクちゃん、携帯壊れたかもね、進めてください。すいませんね、申し訳ないです。ラスティ、このライブを通じて、通して、佐賀チームの方たちと仲良くなれて嬉しいです。あ、そうですね、佐賀チームの方は結構、ラスティの動画も、ライブもね、見てらっしゃると思いますので、どんどん交流が深まって、結構ね、シェアとかも皆さんしてくださるので、ありがとうございます。ということですね、ラスティね。はい。あららら、T ちゃんも、佐賀チーム。申し訳ないですね。ちょっと原因不明でございます。ちょっとこれ以上聞いただくとちょっとあれなので、入り直していただくとかですね。こっちでやってみようか。できるのかな？ハウリングとかしないのか？音切っとけばいいのか。聞こえない方は、入り直して、見てください。はい。ということで、聞こえない方は申し訳ないので、ちょっと入り直していただけるといいかなと思います。
あららららすいません、申し訳ないですね。もしよかったら YouTube の方聞こえるみたいなので、YouTube の方でよかったらお願いいたします。よろしければ。YouTube ライブでお楽しみください。ということで、ティーちゃん、申し訳ないです。あららら、申し訳ないです、皆さん。よろしければ、YouTube ライブの方で ご覧いただくことも可能ですので、よろしくお願いいたします。ということでですね、早速ですけれども、始めていきたいと思います。ね。あ、ちょっと汗が出ましたけども。すいません、皆さん。大変ご迷惑をおかけしております。はい。ということで、大変不具合で、ご迷惑をおかけしております。これは昨日のだね。はい。リリーさん、すいません。気になさすきぼう、いや、気に、皆さん多分なってらっしゃると思いますので、スマホで打てばいいってことが分かりましたので、解決しました。すいません。ゆうちゃん、あらら。なんででしょうね。なんででしょうね。あ、YouTube で。お願いします。はい。すいません。皆さんも大変申し訳ございません。昨日ですね、今、ちょっと ちょろっと出してしまったんですけども、天才は舌を出すと、ね、いうことでですね、やりました。アインシュタインさんと、ね、ジョーダン、ね、お話しましたけれども、昨日ですね、ライブを見ていただいた方で、ちょっと、アニオベ体操みたいな、やってみたよって方いらっしゃいます？アニオベ体操やったよっていう方いらっしゃいます？アニオベ体操やったよっていう人。ラスティ、スマホの YouTube から見れないので、YouTube から見ることにしました、ラスティ。あ、ありがとうございます。古田さん、YouTube で見たら聞こえました。ありがとうございました。大変。もう、移動してまで見ていただけて、本当感動ですね。ありがとうございます。あ、子供として、しました。島田さん、ありがとうございます。古田さん、あ、しました。素晴らしい。あ、ひろみさんも、はーい、ということで。ね、サネちゃんも、はーい、ということで。で、やってみた方、こう、変化、どうでしょう？ちょっと感じられましたかね？アニオビやってみたら、舌位が上がったよ、っていう方、いらっしゃいますか？ベロの位置っていうのがすごく重要ですという機能はね、お話でした。体の機能をね、良くしていくのも、脳の機能を良くしていくのも、このベロの位置っていうのが非常に重要ですというお話をね、昨日はさせていただいたんですけれども。はなちゃん、YouTube からだったら聞こえます。アニオベ体操してます。素晴らしい。みんなやってます。アニオベ体操やりました。素晴らしい。素晴らしい。みんなやってる。あ、ティーちゃん、YouTube から入ってくれました。すいません、大変お手数おかけしました。古田さん、舌上がりました。なるべく毎日してます。あ、素晴らしいですね。やっぱ毎日やるといいかなと思います。で、あ、下村さん、リフトアップした感じで素晴らしい。そこまで体感できたらバッチリですね。あ、にーおべ、あーゆうべ、毎日やってます。あ、もしよかったら、何かこう違いみたいなのがあったら教えていただけると。嬉しいと思いますけどね、ヒロミさん。アニオベとアユベ、何が違うのかな？どこを意識して両方やってらっしゃるかとかね、分かったら、ぜひ教えてください。みこちゃん、しましたよ。お舌上がりました。お、バッチリ、バッチリマーク上がってます。ありがとうございます。ね。ティーちゃん、アニオベやってます。素晴らしい。皆さんやってらっしゃるんですね。やっぱり、かなりですね、舌っていうのはすごく大切というお話で、サネちゃん、ベロの奥が突っ張ってたのがなくなりました。素晴らしい。ね。そういうちょっとこう体感、ね、できるものがあるとすごくいいですよね。昨日もですね、舌に関していろいろお話ししてる中でですね、昨日はですね、
まあ、えっちゃんは衛生士さんなんで、もう航空のエキスパートでいらっしゃるんですけども、歯科技工士のね、けこちゃんもいろいろコメントくださったりして、で皆さん航空内のね、勉強たくさんされてると思うんですけども、やっぱりそのかなりその今井先生というね先生の影響力というか、あいうべ体操をね、考案して、推奨されてる先生がいらっしゃるんですけど、まあその先生がいっぱいやっぱりね、講演をされたりとか、まあ最近もあまりやられてないのかな、ね、であとはね、いろんなとこで、アイウベが広まってですね、インフルエンザの罹患率が下がったり、高齢者の誤嚥が減ったりとかっていう風でですね、かなり、このベロっていうことが大事で、まあ、いろいろね本も出されてるということなんですけれども、本当にリフトアップしましたって今島原さんおっしゃっていただきましたけども、顔変わるみたいですね、ベロの位置次第で。ベロの状態がいいってことは、まあ咀嚼筋の状態もいい状態ということが考えられるので、当然お顔も変わってくると。で特にですね、まあこう目のこうね、位置とかね、左右下がると目の位置まで変わってくるし、であとはまあ女性でいうとこのこう結構ね、唇の下、唇の下のこうここが硬くなって梅干しみたいになっちゃうことがあるみたいなので、それも結構ね、舌位というものが関係してくると。いうことなので、あゆべがいいよっていうふうにね、ベロトレっていう本だったかな、それに書いてありましたね。はい、ヤコさん、あゆべやりました、だんだん舌位が上がってきたかも。あ、素晴らしい、綺麗になりますか皆さんね、舌位が上がると綺麗になってきますんでね。あのみちゃん、やっと見れた、よかったです。みこちゃん、職場の航空体操で高齢者にしてもらってますと。お、素晴らしいですね、もう本当に高齢者さんね、誤嚥とかそういったことにはすごくいいんだと思いますので、素晴らしいと思いますね。キャサリン姉さん、毎日10回やってます、高齢者の方にもしっかりお伝えしてます。どうでしょうね、こうやってどんどん広まっていくと元気になったりされるね、利用者さんとかも多いんじゃないかなと思いますけど、高齢者さんどれぐらいできます？僕実際に高齢者さんにこうお伝えしたことってないんですよ。でこうね、医療現場でお勤めの方とか介護職の方ってそういうね、施設でお勤めされたりしてるので、実際にこうやって口腔のねケアとしてお伝えしてるかと思うんですけど、どうでしょう、どれぐらいの感じで高齢者さんできてるのかなと思うんですけど ね、もしそれがちゃんと意思が疎通ができる方で皆さんができるようであればね、いろんなところでこう広まるといいなというふうに思ってるんですけどもね。子供の時顎の目星ありました、子供の時からあったのね。まあ、結構ね、子供さんでも食いしばったりとか、まあそのね、ベロの状態っていうのがあんまりいい状態でない場合もあるかもわかんないですね。姉さん、しっかりされますよ。あ、そうなんですね。じゃあいいですね。どんどん、まあ今のうちからね、もしその、なんていうのかな、ちょっと体の不調が出てからやるんじゃなくって、出ないようにするというのが、まあお手入れの本質なので、まずちょっとこう、元気なうちから、ここ習慣に皆さんみたいになると一番いいのかなというふうに思ってます。ベロってなんかグラム数で言うと200グラムぐらいあるらしいですね。200グラムってまあまあのステーキですよね。まあまあのステーキがここに乗ってると思ったらすげえなと思うんですけども、結構長いですね。ここまでありますからね、ここからグイーンってあるわけですから結構長いですね。アインシュタインとかは、うん、もっと大きかったのかわかんないですけどね。あ、ラスティカルチャーで高齢の方たちにお伝えしてます、アニオベできてますよ。ああ、そうなんですね、やっぱりね。教える先生も上手に教えるからだね、きっとね。ね、キャサリン姉さんとか、ミコちゃんとかね、ラスティが上手に教えるからだね。特に、ベーはすごいです、と。ね、いうことで。ね。あ、キーちゃん。私は重度障害をお持ちの方々に伝えてます。なかなか難しいですが、ベーはやってもらう。あ、ベーができてればいいんじゃないでしょうかね。ベロをぐーっと出すっていうね。で、ね、やり方がいろいろあるかと思うんですけれども、みこちゃん、高齢者の方を教える人の真似をちゃんとしてくれる。あ、そうなんですね。こう、ミラーリングみたいな感じで、こう、前でやると一緒にやってくれるのかな。ね。素晴らしい。皆さん素晴らしい。教え方が多分上手なんですね。で、結構ですね、ベロベーって出すときに、噛んじゃったら、まあ、いけないっていうのもあるんですけども、目をですね、上にキュッとこう、向けたままベーってやると、その噛む心配も全然ないっていうことと、よりですね、こう咀嚼筋をあんま使わない状態になるのでいいんじゃないかなと思います。ね、目ぐっと上に引き上げてるときで前頭筋がこう収縮してるので、側頭筋もちょっと上にこう引き上げられる感じでこう収縮しにくくなるんですよね。
で、そうすると食いしばりにくくなりますから、よりいいんじゃないかなと思います。あとですね、舌位がこう下がってくる、この顎舌骨筋という筋肉があるところに落ちてきて二重顎になるってお話ししましたよね。なのでここに手を当ててベーってやるといいっていうことですね。そうするとあんまりこうベーって出すときに下グッとこう向かずにウェーってこう下向くときがあるんですよ。だから下向かないようにこう当てといて、あーベーベローっとやるというのがまあいいんじゃないかなと思いますね。ここに当てとくね。そうすると首も綺麗になってきますので、マジシャン兄嫁の方が開きやすく感じまさし感じまさしイオリも2の方が口角も上がりますと。唾液の出る速さ、出る量も兄嫁の方がたくさん出ますということでね、ありがとうございます。ね、こういうこういろいろこう感想とかね、あると思うんでね、まあいい方やってもらったり、どっちもいい効果があると思いますので、好きな方やったらいいし、両方やってもいいですよね。ひろみさんみたいに両方やってもいいですね。はい、じゃあ風邪ひいて痰が絡む父にさせたとき静かに寝ることができます。あの元気なお父さんね、シャキシャキ歩いてるお父さんね。ああ本当ですか。まあ舌位っていうのがね、やっぱりその寝るときね、舌位の位置が低いと寝るときにやっぱり問題が起こったりしやすいのでね、ああいいと思いますね。まあまず風邪ひかないようにね、ベロの位置が上がっていくといいですよね。はい、ということでありがとうございます。皆さんたくさんコメントね、まあ本当に口腔内の乾燥ということになるんですけども、犬ね、昨日犬とか猫とかっていう話がねベロの時にありましたけども、まあ、人間だから、まあ、ちょっと犬と猫とは違うよねって話になっていくんですけども、犬はねベロペロペロこう出してるのはこう体温を逃がすためと、ね、そして蒸発させる、水分を蒸発させて体温をこう下げるためにやってると言われてるらしいんですけども、僕たちはあんまり乾燥するのが良くないと。口腔内の乾燥温度が下がっちゃう、口腔内温度が下がっちゃうので、あんまり良くないで、どうしたらいいかというと、まあ、お風呂でやるのがいいんじゃないかなって、そのあいうべのね今井先生もねその本なのに書いてらっしゃったので、あ僕なんかなんとなくかっこ悪い 親がちょっと気味悪があるからね、お風呂でやってただけなんですけど、意外に良かったのかなっていうところでですね、皆さんもちょっと口腔内の乾燥だけ気をつけていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。のりこさん、古田さん、顎下に手を当てるんですね。やってみます。やってみてください。ね、そうすると、僕たち基本的に筋肉を緩める。筋肉を緩めるっていうことに重きを置いてるんですけども、こう触れて、ね、動かす。ね、例えばこう触れたまま、こうやって腕とかこうやって動かしてもらっても、ここに振動は伝わってくると。ね、こう振ってもいいわけで、サナエちゃんとかがこうセルフケアでやってるやつみたいな感じ。で、これでもうリフトアップこうしてくる。別にここ顔に触ってないのにね。こう腕こうやってこうブラーンブラーンってこうやって振るだけでいいし、ね。で、手当てるときも、このね、鎖骨、わかります?ここにね、手をこう、小指の付け根をこう預けるようにするといいです。鎖骨がストーンとこう下がるっていうのがすごくいいわけですよね。鎖骨が下がれば肩が下がりますので。で、鎖骨が下がったら、ここの胸の骨、胸骨っていう位置がぐっと上がるんですね。こっちだから、こうなってますね。こうなってるのが、ここ上がってると良くないんですよ。肩甲骨、鎖骨がこう上がってると良くない。肩がこう巻いてる状態ですね。で、肩がこう開いて下がると、これがグイーンとこう、逆にこう上がってきます。で、そうするときに、この胸骨の位置がぐっと上がってくる。っていうところが今日の話のポイントになってきます。ね。だからキラパタって朝のね、朝におすすめのセルフケアということでキラパタっていうのがありましたね。キラ、ちょっと見えないね、全然見えない。キラ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 パタパタですね。キラ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 ストーン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 、これ全部鎖骨を下ろしてる、わかりますかね。パターンパターンってこうここを落としてる。で、上げて落とす、上げて落とすってやるわけですね。で、ちょっとね、呼吸がうまくできてない時で皆さんどんな時だと思います？なんかこう呼吸うまくできてねえなっていう時ってね、ちょっとこう緊張してたりする時だったりしませんか？ね、口の中が乾いたり、なんか呼吸が浅くなったりってね、いわゆるその交感神経優位になってるね、ちょっと緊張してる時って呼吸があんまりうまくできてない時があるので、その時ってね、リラックスリラックスとかって、ああそうだねみたいな感じでやったりとか、こう胸に手を当ててこうやって撫でたりしますよね。で、自然とこの胸に手を当てると呼吸がしやすいとか、
肩を下げると呼吸がしやすいって、なんとなく僕たち体の中で知ってるってことなんです。体の中でこう知ってるってことなんですね。無意識にできてる。ね、それが実は体にいいことなんですけども、なんか、変にね、肩甲骨を寄せたりとかね、姿勢を良くしなきゃいけないとかね、そんな風に思いがちなんですけど、そんなことなくって、もう本当にその、自然と僕たちがやってることは意外にいいことですから、そこもね、踏まえて今日はちょっとお話し進めていきたいなというふうに思っております。ね、兄嫁もね、本当に習慣化するとすごくいいんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、今日はですね、何だっけこれですね。はい。あ、これじゃないね。あれ？なんか違うのが入ってましたね。すいません。今日はね、呼吸を整えようです。ちょっとね、このスクリーンが変なのが入ってますね。なんでだろう。ちょっといろいろと今日はトラブルが発生して申し訳ございません。はい。ということで、お話の方を進めてまいります。ね。呼吸を整えようということで、呼吸って皆さんね、僕ももちろんそうなんですけども、意識しなくてもやってることじゃないですか。ね。意識してないけども、ずっと寝てる間もしてる。でも、皆さん、あえて呼吸を整えるために、腹式呼吸をしたりとか、ね、他の呼吸法を試したりとかっていうことをされてるわけですね。だから、無意識をわざわざ意識するっていう行為を僕たち結構やってます。ね。だけども、できるだけその呼吸に対していい状態でできた方がいいと思いませんか？ね、普段毎日やることだし、ね、それがちょっと体のためになるようなものだったらなおいいよねっていうことですよね。だからまあそうなるようにちょっとこうね、要所要所というか、生活の中で、あ、こうした方が呼吸しやすいなっていう動きをしたりとか、ちょっとね、バッグの持ち方なんかでも割と呼吸がしやすくなるとかっていうのはあるんで、そういうのもね、皆さんにこう実践していただくとですね、悪い時間が減る。ね、呼吸がしづらいなっていう時間が減る。でも、呼吸がしづらいってことにもずっと呼吸してると気づけなくなっていく時があるんですよ。そこが大きな問題ですよね。なので、今日はですね、その辺も踏まえてちょっとお話ができたらなと思っております。で、昨日ですね、舌位のお話して、すごく呼吸とリンクしてるなって僕も感じてたので、ちょっとこう続けて、連日で舌位呼吸としてやろうと思ったんですけど、ちょっと呼吸のことをね、いろいろこうやってたらですね、なんかいっぱい言いたいことが出てきてですね、もうちょっと一日じゃ言い切れないなと思ったんで、ちょっと明日も呼吸のことちょっとやろうかなと思ってます。もちろんこうテーマが違うんですけども、明日は明日でちょっと、いろいろちょっとまた違う角度から呼吸のことをね、お話ししたいなと思うんですけども、今日はですね、酸素をね、取り込むっていうのが一応呼吸ということなので、そのあたりからちょっとお話を進めていきますね。で、まずですね、呼吸って何ぞやというお話でございます。ね、これ見えてんのかな？あ、これぐらいで見えますか？うん、見えなくてもまたパシャッと取りますのでね。呼吸っていうのは何ぞや、ね、酸素と二酸化炭素を交換する行為です。ね、酸素を取り込んで二酸化炭素を吐き出すと。これ、まあ、ちょっと言い方変えると、ガス交換って言われる言い方が結構ね、一般的なのかもしれないんですけども、酸素を血管に入れて、ね、取り込んで肺から血管に入れて、全身に回して、二酸化炭素にそれが変換されるので、二酸化炭素を体に吐き出すと。体から吐き出すという行為を、まあ、呼吸というわけですね。で、このね、酸素ってどれぐらいこう大気中にあるのかなって皆さんご存知ですか？大気中、この見えない空気の中にどれぐらいの割合で酸素があるか。たった 20% らしいんですね。なんか窒素の方が全然多いらしいんですよ。で、二酸化炭素どれぐらいかっていうと、1% もないらしいです。0.04。0.04。全然ないって感じなんですけど、これでもね、大昔、ね、本当にまだ海の中に生物がいるかぐらいの時っていうのは、96% が二酸化炭素だったと。そういう話をね、皆さん知ってる方もね、たくさんいらっしゃるかと思うんですけども、二酸化炭素だらけだった。ね、酸素は猛毒だったということです。酸素今でも毒なんですけど、ね、実はね、酸化っていう言葉皆さんご存知かと思うんですけども、酸素は猛毒でですね、酸素に触れると物は早く腐っちゃう。
だから真空パックにするっていうのはねありますよね。でもそれを変換してエネルギーに変えることができるようになって、こう生物っていうのはこう進化していったというふうに言われてるんですね。なので僕たちも同じようにこう酸素を使ってですね、生命活動を行っているということですね。で、酸素と二酸化炭素を肺で、呼吸、交換する。ね、呼吸で肺で、酸素と二酸化炭素を交換する行為を、僕たち、こう、お話しするときは、外呼吸。外の呼吸と書いて、外呼吸って言います。で、肺に取り込んだ酸素を血管の中に入れて、全身の組織に送る。ね、それを、送った酸素を細胞が取り込んで、それをまた二酸化炭素に変換するという行為を、内呼吸。ね。内と外の呼吸があるよ。ね。内の呼吸は細胞の呼吸みたいな感じですね。で、外の呼吸は肺の呼吸という感じで、内呼吸と外呼吸がありますというお話をしてるんですけども、まずですね、空気を、酸素を取り込むには、肺が膨らまないとお話にならないということでございます。ね。そして、肺の肺が縮む、膨らむっていうふうに空気を取り込むんですけども、こう肺の収縮、拡張と言いますね。縮む、膨らむのことを収縮、拡張と言うんですけども、この肺の収縮、拡張と、心臓の血液を送る、ね、入ってくる、送る、入ってくるっていうのが、ね、これも心臓の収縮と拡張でなってるわけですね。で、この肺と心臓の収縮、拡張があると生きているわけですね。これが生命ということになります。で、これが、止まるとですね、死ぬということになってしまうわけですね。だから、酸素を取り込めなくなると、もちろん心臓も動かなくなります。なんでかというと、心臓は筋肉なので。ね、筋肉が動くには酸素が必ず必要になります。ね、酸素とエネルギーが必ず必要になりますので、酸素の供給がストップした時点で死ぬということですね。でもね、呼吸一途的に止めれますよね。ね、これすごいなと思うんですよ。心臓止まれって言っても止められないんですよね。で、心臓も呼吸に関しても、この肺の動きに関しても、こう、いわゆる自律神経と、ね、自分でリズムを刻んでて、僕たちがコントロールできないって言われる神経が関係してると言われてるんですけども、呼吸はコントロールできる。コントロールというかマネージメントですね。自分で調整できるということができる。不思議な、ね、この生命活動。なんですけれども、本当にね、この不思議な生命活動にいろいろな、こうね、いいことが含まれてて、知れば知るほど呼吸って大事だなっていう風になっていくんですよ。なのでですね、ぜひですね、今日、明日と連日やりますので、連日見てください。ね、連日見てください。あ、なんかコメントいただいてますね。あ、岩田さん、こんばんは。よろしくお願いします。はい。ということでございまして、ね、これらが、肺と心臓の収縮拡張がなかったらもう死んでるということですので、ね、こう、救急、ね、搬送された場合に、こう、バイタルはとかってね、ああいう医療ドラマで言いますけど、バイタルサイン、生命兆候っていうのがありますけども、これね、見てる方も看護師さんとか、もしかしたらその医療関係の方いらっしゃると思うんですけども、バイタル、ね、バイタルチェックとかね、バイタルサインとかっていうね、言葉は、もう頻繁に耳にされると思うんですけども、その中にも、このね、呼吸とか、ね、あと心拍とかね、そういうこの生命兆候のことが書いてあります。ね、それが書いてあるので、その調べて、状況を調べると、ね、いうことをやってるみたいなんですけども、呼吸って1分間にどれぐらいやってるって皆さんご存知ですか？呼吸数。1分間に呼吸何回してると思います？なんとですね、なんかね、これね、本当と思うんですけど、12回から20回って書いてあるんですよ。めちゃくちゃハマると思いません？ 8 回も吸って吐いてっていうのが8回、この差が人によってあるよって言ってるんですよ。本当かとかと思うんですけど、だから、もしその20回っていう人は、で、呼吸がね、朝くって早くなってるのかもしれないけども、それちょっとやばいんじゃないの？でもそれでも20回ってちょっと多すぎへんと思うんですけども、なんかそういう風にね、調べると書いてあるんで、へーとかって思って見てたんですけども、なるべくなんとなくこうゆったり呼吸でできた方がいいなっていう風に思いませんかね、皆さんね。で、僕も呼吸がハーハーしてる。ね、犬じゃないんだからっていう風にしてるよりは、ゆったりとできてる方がいいし、時折その皆さんこう瞑想されたりとか、例えばヨガとかピラティスとかされてる
る方って呼吸をねすごく大事にされてると思うんですけども、あのゆっくりね、するということをされてると思います。でなんとなく僕たちもちゃんと知らない状態だったとしても、なんとなくゆっくり呼吸ができてる方がね、いいよねっていうふうに思ってるわけですよね。で酸素がね足りなくなったらあくびをするって言われてるんです。脳の酸素が足りないからあってあくびをしてたくさん空気を取り込むって言われてる、ね、そういうふうにですね、まあ、酸素が足りなくなると僕たち体がちょっと調子が悪くなってくる、で機能が低下してしまうということなので、うまく酸素を取り入れていくというのが非常に重要になってきます、ね、でなんで酸素が、ね、うまく取り込めないかっていうと、体の状態、こう僕たちがこう巻き肩、猫背とかね、なってると体の状態が悪いですから空気が取り込めなくなりますよね。で、空気が取り込めないと酸素ももちろん取り込めないので、で酸素が取り込めないと実は筋肉も硬くなるんですね。さっき言いましたね、心臓も酸素とエネルギーがないと収縮できない、収縮拡張できないので、他の筋肉もね例外ではないわけですね。他の筋肉も硬くなりますね。で、死後硬直で皆さん知ってますか？死後硬直。亡くなったら硬くなっちゃうんですね。で、ね、硬くならない間に、こう、棺桶にね、収めるときに、ちゃんと手をこう、組んだりとかするわけですよね。こういうふうにしたりとかしてると思うんですけれども、大体、12時間ぐらいで、亡くなってから12時間でもう、硬くなっちゃうと。で、これまた時間経つと、この硬いのが取れてくるっていう、不思議な現象が起こるんですけども、なんかね、そのタンパク質を分解するっていうことが始まるので、硬いのが取れてくると不思議な状況がね、起こるらしいんですけども、死後硬直っていうのが実は顎から始まると言われています。刑事ドラマとかで亡くなってる方をこう解剖して、死因はとかって、死後どれぐらいとかってやりますよね。法医学っていうのでやりますよね。であれで見るんですけども、顎から固まっていくので見るそうです、ね、顎2時間、ね、首3時間、ね、そうするとですね、顎関節症とか食いしばってる人は生きながらにして死んでるっていうことです。でこれ書いてあるんです。お前はもう死んでいると書いてあります、ね、僕たち子供の頃ね流行った北斗の拳という漫画のね、決め台詞なんですけども、お前はもう死んでいるって言って、なんかこう飛行って言って、いわゆる経絡みたいなとこついたらですね、嘘だって言ってるのにブワーンって爆発するみたいな漫画があったんですけども、あれ大好きで、僕北斗の拳っていうコミックを全巻持ってましたからね。でなんかもうそのねアニメが放送されるときはもうチーンとこう座って待ってるという少年時代だったかな。はい、そんな風にですね、死後硬直、ね、と同じ状況が生きながらにして起きてるということです、ね、もう私の肩こり首こりは半端じゃないよとかって言ってる人はもう死んでるってことですね。これどういうことかって言いますと、筋肉ってね、こう顕微鏡で見るとですね、もうあとこうだんだんこう筋肉の束が筋肉の中に入ってるんだ、束がだんだん細くなっていって、あとは太い線と細い線になるんですね。アクチンとミオシンっていうのになるんですけども、これがこう滑って筋肉がこう収縮、ね、緩む、収縮、ね、弛緩っていう形になってるんですけども、ギュッてこう結合したまま止まっちゃうんですよ。で、アクチンとミオシンがくっついて、アクトミオシンというものになります。これ、死後硬直と同じ状態なんですね。死後硬直ってアクトミオシンになって硬くなってるんですけども、これがですね、生きながらにして起きてるのが首こりとか肩こり、ね、食いしばりも同じようなことが言えると。怖いですね、皆さん。生きながらにして死んでるんですよ。やばいですね。ラスティ、北斗の拳とドラゴンボールファイブル。そうだよね。その世代だよね。うん。少年ジャンプ、ね、全盛期だと思いますけども。女性がたくさん見てらっしゃる何のこっちゃって話だと思うんですけど、お子さんがいたら知ってるかもしれないですね。本当はですね、僕たちの時代でこのジャンプがですね、月曜日に発売されるっていうね、ものだったんですけども、これね、こう 闇ジャンプといって、闇ジャンといってですね、土曜日に先行販売してる店がね、ちょいちょいあるんですよ。で、ジャンプくださいって言ったら買えない。袋を持って行って、おもむろに、当時170円だったと思うんですけど、170円を置いたら、さっと入れてくれるっていうね、闇ジャンをね、買ってましたけどもね。
まあ、どうでもいい話すいません、ね、そんな思い出がちょっとふわっとこう浮かんできたので、ついお話ししてしまいましたが、ね、だからまあそうやって筋肉が硬くなってる状態っていうのは本当に死んでる状態に近いんだよっていうとやばいじゃないですかね。これはちょっと生きながらにして死んでるのはいかんと、ね、まあ、筋肉の機能っていうのはこの僕たちの、まあ、体の機能をね、良くするのにすごく働いてるわけですね。筋肉の機能はね、これずっと前にもうねやったライブになるんですけど、ずっと前って言ってもまだたかだか3週間しかやってないのでね、そんな前でもないかもしれないんですけども、まあ本当に最初の頃にやった、ね、筋肉を緩めるとっていうお話をやったんですけれども、その中でお話ししたんですけども、大まかに言うと3つぐらい大きなね、筋肉の機能があります。当然動かす、ね、運動とか、そういうパフォーマンス的なことができるよっていうことが、まあ、筋肉のね、一つの機能になりますけども、2つ目がですね、体液を循環させる、ね、筋肉がこう縮んで膨らむときに体液を押して、ね、ポンプさせてるということになります、ね、こうスポンジみたいなやつで言うと、ね、こう筋肉がギューって縮んだときにこう体液をジューッとこの中から吐き出して、このときにまたこう膨らむときにザーッと吸うと、ね、そしてまたギューッと押し出すと、ね、これが2つになったらこう両方でこうポンプするわけですね。そうすると下から上にギューッと持ち上げたりしてくれるということですね。体液循環が2つ目。そして、もう1つはですね、この免疫にも関わるんですが、体温を作るのが筋肉の役割の1つでもあります、ね。起きてる時、僕たちが起きてる時っていうのは筋肉がほとんど熱を作ってくれてます。なので、まあ、冷えとむくみの話でもやったと思うんですけれども、冷え性の人、ね、冷え性の人がいくら筋肉を緩めるグッズをつけてもあんまり改善しないんですね。改善したとしても一瞬、ね、筋肉が緩むと確かにポワッとあったかくなるんですよ。でもそれが継続しない、それは動かしてないからなんですね。筋肉を緩めて適度に動かす、要は運動は筋肉が縮む動きばっかりなので、あんまり体温作れないんですけども、縮んで緩む、ね、縮んで緩むを繰り返していただけると、体温を作るようになってきますので、冷えも改善します。もちろんむくみが改善するっていうのが先です、ね、むくみが改善して体液循環が促されれば酸素が届きやすくなりますね。でそうすると体温も上がってくるので冷えが改善されるね、ちょっとこうダイエットとか気にしてる人っていうのはこう代謝って聞いたことあると思うんですけども、そういうふうにですね、筋肉がこうね熱を作るとこう代謝ということにもなりますので、ぜひですね冷え性むくみ気になってる方はですね緩めて動かすね、そういうふうにちょっと心がけてもらうといいかなと思いますね。そんなふうに、僕たちがね、活動していく上では、ね、生きていく上ではこの筋肉の活動が重要なので、筋肉が動くには酸素いるんだよって話ですね。だから呼吸めちゃくちゃ大事なんですね。いいでしょうかね。でここまで、何かね質問があったらまたコメントを入れていただければいいんですけれども、じゃあ酸素どうやって効率よく取り込むのって話です、ね、酸素をどうやって効率よく取り込みましょう。で、まあ要は呼吸で取り込むんですけれども、呼吸が浅かったら取り込みにくいですよね。だから呼吸がゆったりできるようにしましょうということで、呼吸を取り込むところは肺ですね。で肺なので肺が収まっているところのお部屋が重要です、ね。肺が収まっているところのお部屋がですねこんな感じになってます、ね、ちょっとこれ画面ではどれぐらい見えてるのかな、ちょっと僕も確認してみよう。あ、見えてますかね皆さんね。僕が見えてない、見えてますかね。こんな風になってるんですね。で、これ画面に中央に近いところが息を吐いてるときですね。吐いてるときの方がちょっとこう 薄くなってる感じですね。ふーで吸ってるときにふわーっと膨らむ、ちょっと分かりにくいなこれ、ね、吸ってるときは膨らんでて、吐いてるときはこうシューッとこうしぼんでる感じになってますね。わかりますかね。まあ、ふーって吐いたら、こう胸がふーってしぼむような感じしますよね。で、吸った時に肺がふわーっと膨らむので、ここがふわーっと膨らんでくるというふうなんですけれども、ちょっと画面上わかりにくいかもわからないんですけれども、肋骨の位置ですね。わかるかな。肋骨の位置ですね。これがですね、吸った時はこれがぎゅーっとこう上がってる感じになってるんです。で、ふーって吐いた時はちょっとこう下がってる感じになってます。
ね、吸って吐いてふう、こんな感じになってるんですね。なのでこの肋骨がついてる、肋骨がついてる、骨をですね、胸の骨とかで胸骨って言うんですけども、こいつの状態がですね非常に重要です。これをですね、この位置がこうなってるのが下がるとこうなんていうのかな、こう下に向いてる感じになります。若干ギュッと、でこれがグーンとこうやって上がってきたら胸がガーッと広がってるということなんですね。だからキラパタ体操ってありましたね。こうパターンパターンってしてこう鎖骨を落とすとここがギュンと上がるわけですね。これが上がってるのがこう下がると、ね、こうなってるのがこうなってるのが見えないですね。ごめんなさいね。こうなってるのがこうなるってことですね。こっちの方が高くなるようなイメージ。で、そうするとここが分厚くなります。これが下がると中にぐっと落ち込んでしまいます。ね。こういう感じです。ちょっとわかりにくいかもわかんないですけどね。そういう風になってるので、胸骨っていう骨の、ね、位置がぐーっと下がこう下に向くような感じ。こうなるとあまり良くない。これがぐーっとこう開いてくると、ここが分厚くなって肺が膨らみやすくなるというので、実はキラパタをするとすごく呼吸がしやすくなるはずなんですね。毎朝やってる方、やる前と、やった後、比べてみてください。で今、ちょっと やってみようっていう人はやってみてください。かなり呼吸の入り方が違うと思います。ね。まあ、前にもお伝えしたんですけども、こう、ほっぺたとか撫でて、こう、順番に撫でていくだけでも、こう胸の筋肉とか撫でていくだけでも、呼吸しやすくなるんですけども、キラパタするとすごくね、この胸の骨の位置と鎖骨の位置が全然変わっちゃうんですよ。もう鎖骨が下がると、呼吸はしやすくなると思ってください。ね。だから、キラパタまでしなくても、キラパタ体操までしなくても、キラパタね、今日初めて見た方分かんないかもしれないんですけど、こう手をですね、こうキラキラと動かします。見えんな。こうキラキラですね。キラキラ。パタ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 。キラ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 。ストン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 。ね、肩を落とす、落とす、落とす、落とすなんですね。で、キラ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 。で、パターンパターン、この鎖骨を落とす、落とすなんですね。そうするとここがグイングインってこと上がってくるような動きになります。ね、そういう風にしていただくとですね、かなりですね、呼吸は楽にできるようになってくると思います。ね、ぜひですね、この胸骨の位置と鎖骨の位置。まあ、鎖骨だけでもいいです。鎖骨を気にしてですね、鎖骨のこの肩に近い方、肩に近い方がちょっと高くなってる。ね、これ肩が巻くとこうなってきます。巻き肩の方はこうなってるんですね。ね、巻き肩の人ってこう肩がこうなってるんですけども、気をつけするとこうなります。ね。気をつけするとこうなります。で、このまま、こう巻いてるので、こう巻いてるので、姿勢を良くしなさいって言うと、このまま肩甲骨をギュンと寄せるっていうのが姿勢がいいと思ってる。これ違うんですね。本当はですね、手のひらがこうやって前向いてるのが正常なので、肩はこれで開きます。ね。手のひらを前に向けてもらったら肩は開いてますね。だから肘から先だけ内に向けてもらう。ね。肩は開いたまま、肘から先だけを内に向けてもらう。ね。そういう風にしていただけると、肩は開いてきて、鎖骨がふーっと下がってきます。そうすると、この胸の骨の位置がぐーっと上がってきて、ここが分厚くなります。ね。この胸が分厚くなると、肺が膨らみやすくなりますので、呼吸がしやすくなるということです。で、それにはキラパタ体操というのがすごく向いてますので、知ってる方はやっていただいて、知らない方もいらっしゃると思うので、キラパタ体操のをね、やり方が載ってる動画をちょっとまたリンクに貼っておきますので、また後でご覧いただければと思います。ね。まあ、デスクワークで、リモートワークとか、テレワークで、デスクワークが多いと、より巻き方になりやすいですし、まあ、外に出かけるよりも家の中にいると、どうしても、姿勢とかね、使い方が一定、あんまりこう、なんていうのかな、違いのある動きができないってことになるので、まあこういう呼吸が浅くなりやすい。ね。なので、そう、なってるなって自覚があったりとか、ならないに気をつけなきゃいけないなと思ってる人はですね、ぜひですね、キラパタ体操といったケアがありますので、ぜひ、やっていただければと思います。で、これ YouTube にもですね、こうライブが流れてますので、この後、ちょっと僕は編集を入れてですね、
キラバタダイソーの動画をこの動画に貼っときます。で、Facebook でご覧の方にはですね、コメント欄に僕が、キラパタ体操のリンクをちょっと貼っておきますので、また、見ていただければと思います。はい。ね。だから原因は巻き肩とか猫背とか、そういったこと。ね、姿勢が、やっぱり問題になってくることが多いんですけども、こう、巻き肩になると胸の筋肉がこう縮んでるんですよね。で、胸の筋肉が縮んでると、実は女性だとこう胸の位置も下がります。わかりますかね？お筋肉がキュッて縮むと、胸が下向くので、胸も下がっちゃう。で、これを寄せてあげても、筋肉を引っ張ると、引っ張り返すので余計垂れて離れるんですよね。で、大事なのは筋肉がふわーっと膨らんでて、その上にバストがポンと乗っかるような感じが理想的と言われてます。ですから、まあ、あまりですね、寄せてあげるね。あんましない方がいいんですよ。シルクちゃん、今してみたら、あ、呼吸しやすくなりました。あ、もう早速やってる人がいますね。ありがとうございます。ね。こういうちょっとこうすぐね、コメントいただけるのありがたいですね。うん。皆さんもよかったら見ながらね、やられてみてください。はい。ね。そんな感じで、呼吸はですね、こういうふうにね、イメージしてもらうとすごくいいと思います。ね。呼吸って数を呼ぶっていうふうに書く。ね。ので、吸うことが大事なのかなと思うんですけど、吸うっていうのは、まあ、呼吸がない限りはちょっと吸えなくなってくるので、ふーって吐く。で、ふーって吐く方がリラックスします。ね。なんとなく皆さんお風呂にこう湯船に浸かった時って、はーっと息が漏れると思うんですけれども、その方がリラックスするってなんとなくわかりますね。お風呂に入る時に、はーって吸う人はいないわけですよね。なので、お風呂に入った時に息がハーッと漏れるように、息がハーッと漏れるような感じであると、実はリラックスして筋肉も緩みますので、まあ、吸うよりもちょっと吐くを長くするっていうね、風にしていただいた方がいいのかなと思います。でですね、明日はですね、この呼吸をどれぐらい、まあ、吸う時間はこれぐらい、吐く時間はこれぐらいって具体的にすることで、こう得られる効果みたいなことをお話しされてる先生がいるので、その方の情報をちょっとお届けできたらなと思ってます。で、多分著名な先生なので皆さん知ってる先生だと思うんですけれども、それするとね、ある効果が得られるということで、楽しみにしていただければいいかなと思うんですけれどもね、そういうことですね。で、まあ、肩の向きだけで随分その呼吸のしやすさって変わりますね、座ってることが多い方はですね、手のひらをテーブルの上にポンとこうやって仰向けって言ったらですね、上向いて置いてもらうと肩はそれだけでポンと開きます。で、そのまま下げてもらったら肩は開いてますので、ね、そのまま肩開いたまま肘から先だけを内に入れていただくと、それでも胸は開いてますので呼吸は楽になります。ね、肩甲骨寄せちゃうとちょっと逆に呼吸しにくくなります。ギュッと寄せると。ね、ギュッと寄せると、ね、もうこう息吸い切った状態ができているので、もうこれ以上吸えないって感じになります。ね、皆さん試しにやってみてもらうと、ぐっとこう肩甲骨を寄せると息吸えませんので、ね、テーブルの上にポンとこう手のひら上にこう向けてもらうと肩が開いているのでいくらでもと吸えるということになります。ね、よくこうハグするときにさあハグしようっていうのがいいよって言われてるんですけども、ね、手がこう前向いててもこう寄せてると肩甲骨寄ってますので、ね、おいでーっていう感じでね、子供さんにおいでーっていうような感じで、ね、胸をこう開いてもらうと、ね、そうすると呼吸がしやすくなると、ね、オープンハートって言いますけどもね、ここをね胸を開くということが非常に大事になってきます。で、そしてですね、まあ、昨日の舌意と、関係が出てくるんですけれども、呼吸って皆さんこう鼻で吸って口で吐いてとかっていうことをね、聞くと思いますし、なんだったら僕たちが教えてるケア方法でも鼻で吸って口で吐いてって多分言ってると思うんですね。で、実はですね、呼吸器官、鼻が呼吸器官なんですね。で、呼吸、まあ、呼吸で口を使う、口呼吸、口呼吸になるとあんまり良くない。弊害が結構ありますので、鼻呼吸にしましょうということでね、まあ、えちゃんとか。ね、そういう歯科関係の方も鼻呼吸になるようにっていう風でですね、指導されて、ベロの位置が大切だよ。ベロがベーって出すことで、舌位が高くなったら、口の中をこう、上顎にこう、ベロ当たるわけですが、口の中をこうベロで塞いじゃうわけですね。こうブロックしてるわけですよ。もう鼻で呼吸せざるを得ないわけですね。で、そうなった方が、
で、いろいろこの感染症リスク、口でこうしない方が良かったりとか、で、あとはこう虫歯の問題ですね。虫歯も乾燥してる方が、ね、菌が繁殖しやすくなるので、ちょっとこう夜中にこう口テープを貼って、ね、こう乾燥しないようにとかってね、いうのもありますし、あとはですね、まあ、この口腔内の乾燥によって、温度が下がる、ね、それもあんまり良くないことですね。免疫のことに関係してきますので、免疫力がこう体温が下がると低下すると言われています。だから体温を下げないように口はあまり開けない方がいいわけですね。だから、まあ、マスクの効果もあるということなんですけれども、ね、高呼吸している人、まあ、舌位が低い人はどうやら高呼吸になりやすい、口呼吸になりやすいと、ハハしてると、ね、そういう人はですね、夜中あの殺意を覚えるようないびきをする人いるじゃないですか。で、ああいう人はね、大体ね、あの舌位が下がってる人が多いんですね。ベロが舌根筋化って、こうベロがこうね、軌道に落ち込んでるので、クーってこう、ね、空気が入らなくクーってなってます、ね、で下手するとあの睡眠時無呼吸症候群というものになったりするので、舌位っていうのは非常に大切になってくるんですけどもね、まあそういうふうにですね、まあ、鼻呼吸、鼻呼吸っていうのが、まあ、本来。だから僕は割と、このセルフケアをね、お伝えするときでも、鼻で吸って鼻で吐けたらその方がいいかなと思ってます。強制はしませんけども、やりにくい、ね、難しいっておっしゃる方もいらっしゃるので、やりやすいようにやってくださいっていうのは前提なんですけども、できるようになったらだんだんこう鼻呼吸にシフトしていけるといいかなっていうふうには思ってます。ね、ちょっと待ってくださいね。すいません、ちょっと電源、充電が切れかけてました。はい、刺さってませんでした。はい、すいません。で、まあ、鼻呼吸ね、の方がいいよっていうことなんですけど、明日やる内容でですね、その鼻呼吸にすると、今度ホルモンにも関係してくるってことはちょっと分かってるんですね。なので、ちょっとホルモンのお話も絡めてやっていきたいですし、あとはですね、まあ皆さんよくご存知のこうマインドフルネス、ね。マインドフルネスってお話があるんですけども、まあ禅のね、呼吸を取り入れて、まあ Google とか、Apple がね、新人の社員研修に取り入れたことですごく有名になったんですけれども、まあマインドフルネスのことも少し、お話ししながらですね、明日も引き続き呼吸に関してちょっとお届けしたいなというふうに思ってるんですけれども、まあ、今日の、ね、まとめとしてはですね、まあ、呼吸っていうのは生命活動に関わってます、ね、呼吸が止まれば死ぬ、ね、呼吸が止まらなくても酸素の供給が、ね、止まってしまえば、筋肉さえ死んでる、ね、生きながらにして死ぬことがありますと。なので酸素をうまく取り入れることは非常に重要です。で、そして酸素をうまく取り入れるには肺が膨らみやすい状態というのが大前提です、ね、で、そしたら肺が収まっているお部屋、ね、胸郭と言います。胸郭って骨組みのことですね、胸の骨、肋骨、背骨で取り囲まれたこの鳥籠みたいな空間ですね。その中に、まあ、こう袋があって、胸腔という袋があって、そこに肺と心臓が収まっているということなんですけれども、その胸郭が潰れている、それは外側の筋肉がギュッと縮んでいるから、ね、肋骨、胸郭の外側の筋肉をふわっと緩めてあげると胸郭が潰れずに済んで胸腔は広がりやすくなる、肺が膨らみやすくなる、そうすると酸素を取り込みやすくなるということですね。それにはキラバタ体操というセルフケアが非常に有効なので、本当にですね、朝におすすめのケアということで、お伝えしたんですけども、かなりいいケア方法なので、皆さんぜひ、活用していただいたらいいかなと思うんですね。で、そしてですね、そのキラバタ体操をやった方がいい、ね、そしてこの胸の筋肉が緩まるといいっていうことは絶対言えるんですけども、筋肉って、まあいろんな機能、すべて筋肉の機能もそうなんですけども、顎から始まってますので、顎から緩めた方がいい。まあ、撫でるだけでもいいですね。耳たぶも回すんですけど、耳たぶはちょっと4回という決まりがあるので、4回回して4回撫でて、ね、4回回して顎を動かす、ね、そしてこの顎を動かすことが、ね、昨日もお話ししましたけども、この舌位ですね、この顎の筋肉、ね、顎と顎の、まあ、ベロがついている舌骨という骨ですね、顎の骨と舌骨という骨、ここの間にある筋肉と舌骨からこの胸骨とか下にある筋肉、
これの状態が舌骨の位置をこう調整します。調整するというか影響するわけですね。この筋肉が両方縮むとぐっと下がります。そうするとベロの位置下がってきますね。これが緩むとこうベロがぐっと上がってくるということなので、本来はこういう位置がベロの正しい位置だよってね、よく考えようって時にやってましたね。はい。なので、ベロがね、輪を持ち上げる方がいいんだよっていうことが、まあ、前提になってくるんですけど、ベロの状態が良ければ筋肉の状態もいいというふうに、考えてもいいかなと思いますね。舌位が口腔、ね、の状態を良くする。で、口腔の状態がいいってことは全ての機能がいいということです。だから、筋肉の状態もいいですから、筋肉も硬くなりにくい、ね、筋肉を緩めるんだったら、まあ、いろんな各パーツから緩めても問題ないんですが、効率的に緩めていくには顎から緩めた方がいい、ね、それも微弱刺激、めちゃくちゃ弱く、ね、みんな形まで4回だからシャッシャッシャッってこうカンナでほっぺたを削るぐらいの感じの人いっぱいいるんですけども、もう本当にソフトにふわーっと、もう赤ちゃんを撫でるように、ね、赤ちゃん撫でる時にね、ムツゴロウさんみたいによしよしってやる人いないわけですよ。ね。ちょっと強すぎます。たまにガブって噛まれてますからね。こう優しく、こう、ファーっとこうね、優しく撫でるように、自分の体にも優しくしてあげると、すごく筋肉が緩むわけですね。そんな風にしてて、顎から緩めて胸の筋肉を。で、そしてキラパターンすると、なおよしっていうことですね。そうすると、肺が膨らみやすくなって、呼吸が取り込みやすくなります。ね。呼吸で酸素を取り込みやすくなります。で、酸素を取り込みやすくなると、ね、いろんな組織にちゃんと酸素が行き届くので、いろんな機能が活発に活動しやすくなります。というのが今日のお話です。ね。だから、無意識にやっている呼吸に意識を向けることで得られる恩恵は計り知れないということでございます。なのでですね、引き続き明日も呼吸についてですね、お話ししていきたいと思うんですけれども、ちょっとね、ちらっとこういうの見せとこうかな。こういうのが関係してきます、こういうのが。ね、知ってる人は知ってるってね、コメントが上がってくるかもしれないんですけれども、ちょっとね、こうちょっとお試ししてもらおうかなと思います。これね、僕たちもそうなんですけども、やはりですね、いろいろとですね、お話をこう、ライブでね、させていただいている中で、そのあるものに意識を向けるとかね、その要は情報量が多すぎる、ね、未来と過去に振り回されて、ね、なので普段やってることも集中があまりできないっていうのは、そういういろいろ情報量が多すぎるし、抱えてるものが多すぎると情報が増えちゃう。だから本当にやりたいことが明確にならないんだよってお話をしたことがあります、ね。それをですね、呼吸でちょっといい状態に持っていけるんじゃないかなっていうお話を明日したいと思うので、興味のある方はぜひですね、また明日も聞いていただければいいかなと思っております。そんなところでですね、今日はですね、無意識に意識を向ける、ね、ちょっといいことあるかもよっていうお話でございました。いかがだったでしょうか。ね、まあ、いろいろこう、アニオベ体操、アイウベ体操やられてる。で、アニオベね、やられてる方は、昨日もやってみたよ、今日もやってみたよ、ね、舌位上がったよとおっしゃってくださったので、ぜひですね、引き続きやっていただけると、ね、お風呂の中とかいいですよ。乾燥しませんからね。はい。という感じでですね、今日はこんな感じで終わりたいと思うんですけれども、昨日ですね、告知させていただいた、これですね、スタートアップ、ね、ビジネススタートアップ講座。ということで、おかげさまで、満席になりましたので、皆さんに感謝したいと思います。ありがとうございました。ということでですね、またですね、機会があったらですね、いつの日かやるかもしれないんですけれども、とりあえずですね、無料キャンペーンは今回で一応終了ということになりますけれども、またですね、いろいろこうフィードバックをいただいてですね、ちょっとリニューアルしたり、すると思いますし、その先のステップですね、やっていけたらなと思ってます。で、こんな風にですね、ライブ配信をやってみたいなとかですね、こう、オンライン講座をやってみたいとかね、そういった方に向けてのですね、ちょっとお茶会な感じでですね、あめ、講座っていうとちょっと堅苦しいので、お茶会みたいな感じで、こうやって使ってるんだよ的なことをちょっとやろうかなっていうのも思ってます。そんなの、あったら来てくれるのかな受けたいですかお茶会参加したいですか、ね、参加したい方、参加したい、したいって書いててください。ね。そうするとやります。
ひょうちゃん、明日も楽しみです。アフラック可愛かった。可愛かっただよね。あれ、どうなってんだろうな。機械なんだろうか。ねえ。ありがとうございます。ピーちゃん、明日も楽しみです。ありがとうございます。明日も引き続き見てくださいね。ありがとうございます。ヤコさん、最近朝起きて Facebook を開くといろんな方からのセルフケア動画がずらーっと出てくる。朝から忙しいです。そういう毎日何かしらセルフケアが自然にできるのがすごく調子が、できるのですごく調子がいい感じですと。素晴らしいですね、ヤコさん。本当にラスティーのもね、見てらっしゃると思いますし、今日はね、ストレッチと、なでなでとね、合わせてやるといいよっていう動画でしたね。僕も見ましたよ、ラスティー。ね、そんな感じで、そうやってこう、やることがね、ルーティン化するといいですね、ヤコさんね。また継続行動でもね、綺麗になっていただけますので、ぜひ楽しみにしてください。ラスティー、お茶会参加したい。あ、本当？じゃあやろうか。やりましょうか。みほちゃん。毎回とても分かりやすくお話ししていただきありがとうございます。まあ、明日も楽しみ、明日も見てね、みほちゃんね。そしたら、ね、思いっきり呼吸ができるようになったら、ビーズの、大好きなビーズの歌もね、めっちゃ声出るようになると思います。ね、こう空間が広がるとこう共鳴しますんでね、いいと思いますよ。香り、お、そこよりも、本当、じゃあやりましょう、茶会ね。ありがとうございます。よすもん、1時間が早い。ありがとうございました。明日お茶会ね、お茶会。じゃあやりましょうよ。やりましょうね。うん。やすももね、いつもね、ライブね。キューピー3分間クッキングみたいな流れてたね。いいね、3分ね。あ、それじゃあもうお茶会参加。したいけど参加。あ、チートミン。今日、実に面白かった。です。ですね。実に面白い。ね、いいですね。ありがとうございます。あら、うっち参加したいです。うち、あ、そうだ、興味あるの。あ、じゃあやろうか。やりましょう。かなちゃん、今日もありがとうございました。明日も楽しみにして、まず明日もよろしくお願いします。ね。えちゃん、パソコンでの Facebook ライブがどうやってもできなかったので教えていただけないでしょうか。まあ、じゃあお茶会でやりましょうかね。パソコンで Facebook、あ、どうやってもできない。まあ、僕ちょっと Mac 使ってるんで、Windows のことはあんまりわかんないかもしれないんですけれども、ちょっとまた調べて分かる範囲はお伝えできればなと思っております。ありがとうございます。古田さん、ありがとうございました。明日もよろしくお願いします。明日も見てね。ありがとうございました。姉さん、お茶会も楽しみです。ありがとうございました。じゃあお茶会みんなね、じゃあやりましょうかね。うん、まあまあ、すぐできると思いますよ。ね、ストリームヤードも結構簡単に多分、流すだけならできると思いますし、まあ、わかる範囲で、今僕が使ってるオバレっていうのがあるんですけども、それもね、使えると思いますので、やりましょうかね。れいちゃん、お茶会参加、したい。ここ、初めて出ましたね。したい。ね、やりましょう。そうじゃ、ありがとうございました。明日も楽しみにしてください。ありがとうございます。リーさん、めっちゃ眠たかったけど楽しかった。あ、よかった。お茶会参加したいです。ぜひ参加してくださいね。すいません。もう今日はもうキーを叩く音を、もう二度といたしませんので、もうスマホでやればいいんだってやっと気づけます。ちょっとおバカさんなんでね。すいませんね。ありがとうございました。こうやって教えていただけるとね、こう、成長できますね。はい。みよちゃん、明日から声張り上げて歌いながら出勤します。声張り上げなくても多分出るようになると思いますよ。でも、いつも歌ってんでしょ、どうせ。僕もね、車、運転してた時はですね、僕、音楽かけないんですよ。一切かけないんですよ。で、僕が歌うんです。爆音で。大きい声を出すっていうのをよくやってました。だから、多分、信号待ちの時とかに、横にパッて来る、バイクとか、はってなってましたからね。それが大きい声で歌ってました。さあ、じゃあ、お前は死んでいた。生き返ってよかった。前死んでたんだね。よかったね、生き返って。うん。生き返って、どんどん元気になって、綺麗になっていきましょうね。はい。ありがとうございます。皆さん、今日もね、今日なんか1時間あっという間に僕も過ぎた感じがしたんですけれども、明日もですね、同じ時間にですね、またライブをお届けしたいと思います。引き続きですね、になりますが、呼吸に関してですね、ちょっとお伝えしたいと思いますし、明日からですね、いよいよですね、セルフケア継続講座が始まりますので、僕も楽しみにしてますし、今までセルフケア講座たくさんやってきたんですけれども、継続っていう形でね、毎週やるので、本当お稽古みたいな感じでやるので、
楽しみだし、こう参加する人もめっちゃ仲良くなるし、みんなが良くなったらいいなと思ってね、ちょっとこう、まあ、ついでに僕もセルフケアの回数が増えるからちょっとね、良くなれるなと思ってちょっと楽しみにしてるんですけども、はい。ヨミさん、どんな歌を歌ってたのですか？基本的にはね、その時に流行ってる歌も歌うんですけども、何歌ってた？車乗ってた当時はですね、何歌ってたかな？でもね、古い歌も歌うんですよ。尾崎とかね、尾崎豊とかね。あとは、そうだね、もう1990年代の人ですね、中西保志とかね。うん。あとは、ビーズも歌わないことないな、そういえばね。ビーズも歌ったりしてたかな。あとはミスチル。まあ結構何でも、結構何でもです。ね。ちょっと今、ただ無茶ぶりする。じゃあまあ、お茶会で歌いましょうかね。ちょっとお酒が入ってないと、ちょっとね、声が出ないかもしれない。ちょっとお恥ずかしいので、またね、なんか特別な機会にちょっとやるとしましょうかね。本気出して歌いますわ。ね。はい、ということで、今日も皆さんたくさんコメントもいただきましてありがとうございます。また明日もですね、元気にお届けできると思いますし、またその後もですね、ちょっとこういうのやりたいなとかっていうちょっと思い浮かんでるものも あるので、順番にね、ちょっとやっていけたらなと思っております。ね、皆さん眠かったり、お忙しい時間にね、1時間もね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた明日もね、お届けしたいと思います。では皆さんおやすみなさい。バイバイ。さよなら。えちゃんありがとうございました。ありがとうございました。ラスティありがとうございました。シェフちゃんありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。皆さんおやすみなさい。エコさんありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。こちらこそお願いします。おやすみなさい。あ、おやすみなさい。こんにちはですもんね。そちらでごめんなさいね。良い午後をお過ごしください。あ、リリーさんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。レイちゃんありがとうございました。それじゃあ、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。はい。それでは皆さん、終了いたします。ありがとうございました。おやすみなさい。